始まった。いきなり殴りに行きます。そして組んでいきました廣田選手、やっぱり手下げてますね。はい、はい、廣田選手のあれはどうなんですかね。危険のような気もしますけどね。とにかく読めませんよね今日は、はい。岡さん、はい、一番これ注目の試合だと思うんですけども。そうですね、はい、まあ、やっぱ廣田選手の右手の状態は少しやっぱりどうしても気になってしまいますよね、はい、今も残りますこの右の手にはですね、腕のあたり大きな傷跡があります。手術を行いました。1年8ヶ月リングから遠ざかりました。おっとショート右、でも体は本当仕上がってる感じしますね、はいはいはい、コンディションいい感じしますよね、はい、いいからします。そしてこちらは菊野、ガードを下げている。まあ、大塚さん、はい、この選手というのは1年8ヶ月リングから遠ざかると当然これ不安もありますよね。いやーですよね、あ、右入った、右フロート、はい、そうですね、はい、菊野の左入りました。まあ、さっきも言ったんですけど、あの体見たら結構ガッチリ絞れて体の大きさも残ってるんで、すごいいいコンディションで得点調整できたんだと思います。はい、はい、菊野選手が下がってますよね、ちょっとプレッシャー感じて、はい、おお、ナイス、コンバットも上手いですね、はい、プレッシャーに対しては絶対下がらないとかな、ただ単純に殴り合うだけじゃなくて、これクリンチワークを使い分けるのは本当すごくいいと思うんですよね。大塚さん、これ組んでパンチ、組んでパンチ、うまく混ぜますよね。そうです、パンチで菊野選手が来たところは組みでクリンチする感じでいってるんで、はい、いいとこ潰してますよね、やりたいことやってるって感じで。なるほど。対する菊野の動きは大塚さんご覧になってどうですか。ちょっと今までにない感じだと思うんですよ。いつもはあの独特な感じでプレッシャーをかけて相手が下がると思うんですけど、はい、下がらないので、そうですね、ちょっとやりづらさは感じてるかもしれない。今度は菊野が着いた、菊野が着いた、今のは聞いてます、聞いてますよね、はい、ここはそう、いや、廣田選手のパンチって重いんですよね、全然重いなパンチだと思うんですよ、はい、見た感じってくるんで、そのあたりは戦った北岡さんがよくご存知ですよね。そうですね、まあ、あの広瀬選手は意外と上手になるのかな。ここで終了です。いよいよ最後の5分間です。ファイナル、さあファイナルラウンド、蹴りを出してくる菊野。ここ最初前出る方がでかいですよね。前出る、はい、広田前出た、ああ右、あの合わせましたね、はい、三日月に、うん、三日月、三日月来た、組み前差し込んできた、ま、三日月に合わせてタックル、マウント取ってるんだね、はい、結構でも体に見える、あと言われる、菊野すぐ立ち上がった、立ち上がった、菊野もすぐに立ち上がった。いや、この辺りもう傷は広げませんね。いや、ちょっと今の手が拍手したくなるような手でしたね。三日月に合わせていきました。当てられた後にすぐ前に出るってあのいいことなんですよね、はい、格闘技大事なことなんで、はい、まあ、三日月ちょっと変えましたね、サウスポー、はい、サウスポーにしますよね、前出る、菊野選手、廣田がとにかく前へ出続けます。佐岡さん、今、はい、三日月が2月入りましたけども、ね、ダメージどうですかね、はい、ちょっと、まあ、当たりどころ次第によっては、まあ、別になんてこともなかったりもすると思うので。そうですか、はい、こんだけ汗かいてると滑るんじゃないですかね、はい、中傷だった時に、はい、さあそこに行けば、ボディから今度は顔面、まだボディ、廣田が打ち分けてきます。いいですね、いいですね、このクリンチのパンチ、はい、いいですよね。そして右脇を刺しました。そうですね、いいとこ取ってますね、うん、はい、もろ差しになりました。変に、まあ、無理くりテイクダウンしないのも頭いいと思いますね。もう徹底して北岡さん序盤から深追いしませんよね。そうですね、膝を使います。ん、何ですか、ブレイクですか。さあ菊野サウスポー、右、右ストレート、また右、さあ殴り合いだ。これやっぱクリンチと合わせるのいいですね。大塚さん、この辺りうまいですよね。そうですね、まあこれ分かりやすい差はついてないですけど、はい、冷静に見てやっぱりあの被弾の数と前出てるのでやや廣田選手推しだと思うんですよね。そうなるとチャンピオンとしては大きな一発を返さなければなりません。クリーンヒットでやっぱり盛り返すのかどうするか。ハイキック、滑った滑った、さあ前出た、廣田が前出る。先ほどはハイキックを出しました。
熊川さん、チョンブギョン戦思い出しますよね。今の入ってからかなり勝負をかけた入ってますけどね、はいはい、そうちょっと力感入れてますよね、狙ってる感じですよね、はい、ああいうのってしくるとちょっとあの消耗するんですよね、はい、精神的なものがあるからね。引くのも蹴りを出してきます。しかし広田が下がらない、前出る、また三日月か、合わせるスーパーマン、引くの選手はだから蹴りがやっぱいいですね、はいはい、ローもミドルも入ってますからね。右ミドル、そうですね、蹴り蹴れる、絶対キクロ選手は蹴った方がいいですよね、はい、しかしその距離をまた潰してきます。広田が潰してくる、前のキクロ選手だとね、こういう場合でもレバーを叩いていったり左手たりとかレバー攻めがあったんですけどね、最近はあんまり見せないですよね。はい、広田左、もう一回また組んだ、また組んだ、しかし簡単にテイクダウンは取れません。クンネの膝です。キクロ選手ももう一回2ラウンド目みたいなの途中でやったみたいな感じで前出てほしいですよね。しかしこれだけ北岡さん、キクノが下がるというのは珍しいですよね。そうですね、ずっと3ラウンド通してずっと全般的に前出てますからね、はい、選手が残り1本切りました。残り1本切った、もう圧倒的に広田選手ですよね。はい、左、さあ、引くのはオーソドックスに戻します。今の膝が上がったですよね、はい、大塚さん、はい、ここから大事な時間帯ですよね。うん、そうですね、キクロ選手がちょっと行かないとまずい感じですよね。この後、どうですかね、広田選手のペースだと思います。1年8ヶ月、リングを離れていました。悔しい思いをしました。さあ、30秒どう作るかですね。大塚から1年8ヶ月、いよいよ広田水田の時計が動き出しました。まだ明確な差はないと思うので、ダウン一つでもうコロッて変わっちゃうと思うんですよ、はい、さあ残り時間が少ない、コーナーに押し込んでいる古川、いいですね、広田膝の連打、コリン膝、コリン膝、残り時間がないぞ、さあ前へ出続ける挑戦者、上手ですね、さあ挑戦者が前へ出続ける、パカレロック試合終了、勝負は判定決着。いや、大したもんじゃないですかね。いや、復帰戦と思えないです。そうですね、本当にそう思います。そうですね、まあ勝負の結果は分かりませんけども、とにかく広田水戸が復帰戦とは思えない試合をしたということは間違いありません。復帰戦だからこうなんだなみたいなエクスニュースが全く少ないですからね。はい、はい、いや、復帰戦っていうか、まあそうですよね、試合間も空いて怪我明けですし、はい、全然思えない。そうですね、まあ、広田はこの右の腕を怪我したわけですけども、かえってその右を使わない間に左のパンチのレベルが上がったと本人は語っていました。さあ試合が終わって現在判定ジャッジの採点が集計されています。タイトルマッチ5ジャッジ制です。ジャッジ竹村、青広田、ジャッジ木村、青広田、広田2本目。